松江での復帰戦終わりました。泣けます。もう本当俺は幸せです。ただ今現在田中宏に頼りきりなんで、一人でもできるように僕がこんなんで復帰しただけでは満足してないんで、これからです。これから絶対巻き返します。ヒビ、本間さんとタッグ組んだり、ヘナールとタッグ組んだり、成長もあるし、成長をね感じるし、本間さんがもっと良くしたい、もっと動けるようになりたいっていうね、そういう気持ちが。そばにいてどれだけ刺激をもらえてるか、本間さんはね、謙遜してね、そういう言葉を言ってたけども、感謝したいのは逆に俺の方です。今日午前中松山城行ってきて、その松平家のね歴史なんかも読んで、一国一城の主、言ったらば新日本プロレスのトップ、ベルトを巻くということは一体どういうことかなってね、こんだけ7回チャンピオンになっててもまだ分かんないことだらけだけど、いろんなものを見て経験して積み重ねた俺だったら、ベルトを巻いた時に一国一城の主として、やっていきますよきっと。